はい、誘導コイルという装置です。これで、低電圧から高電圧を得ることができます。で今、ですね、尖った部分、この先端部分から、電気が発生して、そちらの反対側のこの板に流れるのが見えると思います。でスイッチを入れます。これはですね、空気が電離してイオンになって電気が流れてるんですね。で放電で熱くなった空気のイオンが軽くなってしまうため上昇しますので、そのため電流も上に上がっていくわけです。はい、では、この間にですね、今電気が飛んでるという間に紙を置いたらどうなるかという実験をやってみます。当然電気が流れてるのは分かりますから、その間に紙を置きますと、実はですね、これ危険なんですけども、紙が押されて後ろの板にへばりついちゃうんですね。で電気が通ったかどうかというのを光をかざしてみますと、このように小さな穴がいっぱい開いているのが分かると思います。はい、それでは今空気中で行ったんですけども、こちらのクルックス管という装置があります。この管はですね、空気がほとんどない、つまり真空状態に近い状態の管です。空気がない場合、電圧をかけると、どうなるかというのを試しにやってみます。で電圧はやはり同じようにこちらの誘導コイルを使って今高電圧にしてみます。それではスイッチを入れますと、スイッチを切りますよ。スイッチを入れます。何かですね、こちら側の方からですね、こちら側ですね、こちら側の方からこちら側に向かって今何かが流れているのが分かるのではないかと思います。では本当に流れているのかなっていうのを間に邪魔物を入れてみましょう。今ですね、このクルックス管の中にはこういう金属板が入っています。見えますか、この、はい、十字ですね、十字架の金属板が入っているのが分かると思います。では先ほどと同じこちらのマイナス極から何かが飛んでいるかというのをご覧ください。スイッチを切りますよ。入れます。確かに影が映ったと思います。